はい、皆さんこんにちは。再びカタピラ川にやってまいりました。今回は番外編ということで、ちょっと気になる場所が一箇所、ここですね。この広場は一体何なんだろうと、また覚えがあるんですけど、多分これはあれですよね、改修前川がこう流れてたんじゃないのかな。で、こっちに見えるこれ、こことなんかやっぱ関係があるのかなって感じでありまして、再び多分川が元のカタピラがあるんじゃないかということで行ってみましょう。高山橋ですね。ちょっとあっちに筒がつながっていたんでしょ、見えてるのかわかんないな。はい、やっぱり旧河川にって書いてあるんで、やっぱこっちだったんですね。あー、名残がある。その先行きますね。まさにカタピラ川が姿を消そうとしている箇所なんですね。こっち行けないんで、ちょっと遠回りしてみます。また見失っちゃうかな。はい、見つけましたよ。なんてことない。さっきの道をずっと来れば素直にここに来れたんだね。遠回りしちゃった。あそこがカタピラ、あと回収されたカタピラ川水道にしましょう。ここはというと、まだ水が残ってるですね。流れてるね。で、ここから先がこっち、思ったより水がある。今度こっちか。なるほど、行きましょう。はい、マイオマズマンションの横を歩いてきまして、草が重いな。お、すいません、さっきの橋の名前忘れちゃったね。次の橋があります。はい、次の橋。おはし、だつだってあったって、やめた、恥ずかしい。ずいぶん小さかったんだね。ほんとグニグニしてますね。あら、川がなくなったら、このね、住んでる人たち寂しくないのかね。はい、再び私有地の間を持ってますんで、お先行けません。はい、随分と歩きましたね。やってきましたね。新今直橋で、この逆側っていうと、なんとなんと公園になってますね。カタピラがあるけど、なるほど、こうなるんだ。橋、あ、一応橋残してますね。もう、なってしまった。よかったです。もう橋の名残はないのかな、こっちは。現地の水もピカピカ。ほとんど使ってない感じ。できたばっかりなのね。カタピラの、カタピラ川マニアは歩かなきゃ嘘ですね。まあ、別にマニアじゃないですけど。ぜひカタピラ川好きな人はここに遊びに来てくださいと。今宿です。今宿町旭区ですね。はい、こんな風な感じでございまして、再び水道駅に来て、今宿南だったんですよね。あっちに、また、あ、もうあっちに埋められてる状態、公園になるのかな。
と、なんかこれもこの前も見たらこんなような水道の小庫の歴史とか、じゃあ行ってみますか。はい、渡ってまいりましょう。マンホールがあるってことはやっぱり同じように公園になるみたいだね。なんのかな、それか道路。うん、はい、こんな感じ。欄干が残っていて、もっと走ってますね。こっちはまだマンホールもついてないみたいなね。あれは県営団地ですね。あっちには今の片びらが。なんか不思議な感じです。先ほどの川のすぐそばに、川じゃない、橋のすぐそばにまだ名残がありましたね。片びら川。はい、次の橋にやってきた。うわ、橋の名前がない。取られたのか最初からないのか難しいね。あ、そうか、あっちもなかったのか。ここはなんかね、結構立派なのに。あ、そろそろ終点かな。はいはい、やってまいりましたよ。なんか資材を置いたね、なんか掴んだね。将来どうなるんだろうね。お、なんかそうだ、片びらが着きました。この前は気がつかなかったね。あの、竜のソロドスターが入るところ。ああ、こういう風に流れてたよと。なるほどね。続きはどうだったんだろうね。まあ、昔の地図とか見れば分かるんでしょうけど。確か昔の旭区の地図あったな。はい、戻ってきまして、ここがやっぱりあの元片平川の終点ということで、面影が見て取れました。まあ、もう何年かすれば貴重な映像になるんじゃないのかななんて。その続きなんか橋の橋じゃないかね、川の名残でもなかったないかななんてちょっと探しに来たんだけど、こんなものを見つけてしまいました。こんなもの、昔の雑貨屋さんだ。昭和の30年代がそのまま残ってる感じ、そのまま残ってるっていうか、まあ古くはなっちゃってるんですけど、木ですよ、幕が、まだ収まってて、すごいな。はい、というわけでありまして、見つかりました。1990年の前輪の住宅地図旭区おうみたいな、やばい、印つけるの忘れちゃった。ちょっと待って、今回の動画の冒頭にありました、今宿南町南町の、不思議な箇所、これですね。90年だから、今から29年前、まあ約30年前。もう約30年前ね、こう、できてるんですね。で、あの、埋まってた、うわ、埋まってたじゃねえや。これから埋まっちゃうよ、みたいなところがこれで。ここが、あの、例の広場ですね。不思議な。こう、来てたんですね、もともとは。なるほど、なるほど。ここから先はよくわかんない。こんな感じで来たのかな。多分そうでしょうね。おそらくは、これが片平川本流で、こんな、こんな感じで来て、こういう、だったんでしょうね。だから、これ、町境なんですね。だから、あんな不自然な感じの、はい、に
になってしまったね。いやいい、カタピラ川、この時はまだカタピラ川で、次は50ページ、あ、前の、こんな感じで、よいよいよいと。もうすでに、90年にはこう、これからこっちが川になるよっていうことになってたんですね。はいはい。そう、ここはもうすでに埋め立てられて、この辺公園でしたよね。それでもって、49ページ、あ、前のページ。これですね。まっすぐじゃん、もう。こんな感じになったのかな、わかんねえや。はい。次が、40ページ。たまたま今回のカタピラ川のこの、カタピラ川巡りに通じてるわけなんですけど。よいよいよいと。まあ、こんな感じでございまして。長らくのカタピラ川のシリーズご視聴ありがとうございました。今後もまたマニアックなという方、どんな、動画をアップするのかな。全然わかりません。私もわかんないぐらい適当にやっております。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。